こんにちは、河わいさやこです。このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は腕のビブラートの話になります。<music> まず、弦線の第三ポジションのどのところに一の指を置きます。ギュッと押さえるのではなく、軽く置きます。そして第一ポジションと第三ポジションの間を往復します。 この時、必ず第三ポジションから第一ポジションに降りるという図です。ドからラです。ぎゅっと押さえて移動するのではなく、少し浮かせたような形で降ります。そして、肘から先がこのようにぐにゃぐにゃしないで、一体となって移動します。これができるようになったら、今度は第三ポジションから第二ポジションで幅を、 狭めた動きになります。他の指でももちろん練習します。ギュッとやらずに、軽くです。そして必ず第3ポジションから第2ポジションに降りてください。第2ポジションから第3ではありません。第3ポジションのこの手のひらをバイオリンの肩につけた形から降りるというのがコツになります。この2つの動きができるようになったら、次は、 親指と指先がずれない程度に押さえます。そして、バイオリンの肩を少しポンポンするような形で動かします。この離れた時に、少し手首がくの字になって、そして戻ります。バンバンこうやるわけではないです。少しポンポンとするんですね。そして、腕のビブラートの感覚を掴んでいきます。他の指でも練習します。演奏中は、 ポポポンポンポン叩くわけではありません。これはあくまでで練習ですプラスアルファの練習として全ての動きを合体させてみましょう。第3ポジションの1の指から第1に降りてそして徐々に幅を狭くしてって最後には第3ポジションのまま。第3から第1ポジション第3から第2ポジションっていう風にだんだん幅を狭くして最後は第3ポジションのみ。 このような練習をするといいでしょう。ハイポジションは難しいものですが、例えば7のポジションのあたりで、手のひらを楽器の肩につけて、少しポンポンするように練習するといいです。この時も、弓は持たずに、腕の動かし方だけで練習します。そして、この前腕の回転、そして指のビブラート練習した時に、指を曲げ伸ばししました。あの動きを加えるのも、 一つの方法です。このハイポジションでやるときは上腕と肩甲骨背中の天使の羽が入るところですねそこを意識してかけるようにしましょう演奏中では腕のビブラート手首のビブラートっていうふうに分けて考える暇はありません本能的に使えるようにしたいものですまずはこの準備練習この3つの準備練習をなさってみてください今日もご覧いただきありがとうございました チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますありがとうございます